プテンの福池亮太です。ミドルブロッカーの小林正治です。スーパーサブの荻野隼人です。インタビュアーの間川玲司です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではいくつか質問が来ていますので、こちらも聞いていきたいと思います。まず一番チームでストイックな選手は誰かという質問が来ていますが、これは荻野さん、はい、誰が一番ストイックだと思いますか？ラロンズで一番ストイックな選手は篠原選手です。おお、それをまたどうしてそう思いますか？練習の時とか、まあ、特にトレーニングなんですけど、まあ、みんなでウェイトやってるんですけど、彼が一番ストイックにトレーニングを追い込んでて、で、まあ、今体とかもすごいバキバキで、もフィジークとか出るんじゃないかっていうぐらいのいい体に仕上がってきてるんで、まあ、そこも注目ポイントかなというふうに思ってます。なるほど。荻野選手は篠原選手と高校時代同級生ということなんですけれども、はい、高校時代もそういったストイックな姿っていうのは見られましたか？そうですね、自主練とかも、まあ、セッター、もともとセッターなんですけど、高校の時から自主練とかめちゃくちゃしてて、結構自分に厳しいタイプではありました。なるほど。今シーズンからセッターではなく、アタッカーにコンバートしてるんですけども、そのあたりもどうですかね、そういうストイックな姿勢っていうのは荻野選手から見て取れますかね？そうですね、まあ、僕から見ても今いいライバルとしてスパイカーでいるので、まあ、負けれないんで、ちょっとお互い切磋琢磨していきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ良きライバルとして、はい、良き仲間として頑張っていきましょう。頑張ります。はい、それでは2つ目の質問です。コート内で一番元気な選手はということですが、これは誰が一番元気だと思いますか？小林選手。はい、まあ、やっぱりナンバー選手ですかね。ナンバー選手ですか。どうしてそう思うのか理由聞かせていただいてもいいですか？そうですね、今のが難波選手なんですけど、はい、まあ、お聞きいただいたようにやっぱ試合中とかでも、はい、まあ、練習からすごい声出してやってて、はい、まあ、やっぱチームが活気づいて盛り上がっていくっていうのは普段から見られるので、なるほど、そう思いました。なるほど。歌のお兄さんみたいな声が試合中もあんな感じで周りのみんなを鼓舞して元気つけていく、まあ、やっぱり試合中は締める部分はちゃんと、はい、自分から司令塔のような形で声をかけて、練習の面ではちょっとふざけながらもチームを盛り上げるという形ですごい元気に声出してくれるので、すごい助かってます、はい、よっ。ありがとうございます。いろいろといないはずの難波選手の声聞こえてきますが、かなり元気な選手ということが皆さんにも伝わったと思います。皆さん、難波選手の元気な姿にもご期待ください。はい、では3つ目の質問です。実は可愛い一面がある選手はということですが、可愛い一面がある選手いますか？福池さん。はい、ズバリ牛尾選手です。牛尾選手というとアルサイビッターの浅田選手ということですが、あんまりそういうイメージはないんですが、なぜそう思うのかというのを教えていただいてもいいですか？はい、牛尾選手とは僕は、まあ、大学一緒だったんですけど、まあ、大学の頃からあと長野ガロンズも見てきて、もう後輩からめちゃめちゃいじられて、でも彼はそれでも嬉しそうにやってるんで、もう見てて可愛いなって思いました。僕、彼とは同期なんですけど、彼は後輩にいじられるのを美味しいと思ってる節があるのかなってちょっと思うんですけど。そうですね。多分後輩に限らず、先輩からも嬉しそうに、はい、大学の頃から、はい、そうです。あ、そうなんですね。もうニコニコしてましたね。なかなか今上からいじられるとかね、あんまないと思うんですけど、ね、彼が一番上なので、じゃあもういじられることを美味しいと思っている選手。あ、もうそんな感じです。はい、ね、ファンの皆さんも他のチームの皆さんもぜひ浅田選手に会った時はいろいろないじりをしていただけると彼も喜ぶと思うので、ぜひ、ね、彼のことをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは最後の質問です。チームで一番ミステリアスな選手は誰かっていうことを聞きたいんですけど、小林選手は誰が一番ミステリアスだと思いますか？そうですね、やっぱり今中選手ですか。お、今中選手、その心は。そうですね、やっぱ自分も同期なんですけど、はい、まあ、やっぱり普段の練習から、まあ、片付けが終わったらすぐさっさと帰っちゃったりとか、まあ、別にプライベート仲が悪いとかじゃないんですけど、まあ、試合中も結構クールな感じで、
私生活もちょっとよくわからない感じで、何が好きなのかっていう、あまりプライベートの話をしないので、確かにすごいちょっとどんな人なのかなっていうのミステリアルな感じがすごい感じられます。荻野選手も結構今中選手と話してるところ見るんですけど、どうですかね、まだ未だにそれでも荻野選手の中でもかなりミステリアスな感じですか。いやもう私生活に関して本当に分かんないですよあのお酒の話とかちょこちょこしたりはするんですけど、好きな酒とかそういう話はするんですけど、あのそれ以外のバレーとか以外では私生活については本当にちょっと不思議な子なので分からないですね、ミステリアスです本当に。なんか情報によると、みんな家の場所を知ってるけど、行ったことはないっていうそうですね、場所は知ってますけど、入ったことないです、僕は。はい、あのチームの中で彼の家に入ったことあるのは僕だけなので、あのまた皆さんもぜひね、彼の家に入ってもらって、あのミステリアスな部分をね、どんどん暴いていってもらえればと思います。はい、だあのファンの皆さんも、真中選手のことを見かけたら、いろいろと話しかけてもらって。彼のあの神秘のベールに包まれた部分を解き明かしていってもらえたらなと思います。はい、それでは今シーズンの意気込みをキャプテンの福井選手お願いします。はい、今年は V3 優勝、そして V2 昇格に向けていて、選手、スタッフ、一人一人が自分の役割を確実にこなし、チーム全体が滞りなく回るよう行動することにより一勝し、そしてチャレンジの地を目指していきます。はい、チーム全体で1試合1試合大切にして V3 優勝、V2 昇格を目指したいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ここでホームアリーナへのアクセス方法の説明をさせていただきます。我々のホームアリーナ須坂市市民体育館には2個のアクセス方法があります。1つはバスで来る方法になります。こちらは須坂駅から路線バスに乗車し、国町で下車をしてください。そこからおよそ4分ほど歩くと須坂市民体育館が見えてきます。もう一つは電車と徒歩で来る方法です。電車では長野駅から、長野電鉄により須坂駅まで来てください。そして須坂駅の東口から徒歩で約20分と少し遠くはなりますが、冬の寒い中ですので、気をつけてお越しください。ファンの皆様、いつも我々長野ガールズの応援ありがとうございます。今シーズンは久しぶりの有観客試合になりますので、毎試合毎試合ベストな自分たちの姿を皆様にお見せできるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。